寿司をまず君の横で僕は値段を気にしてる。季節外れのブリが叱ってる。東京で食う寿司は銀座が最高ねと。刺身盛り食べて君がつぶやく。握り寿司をたらふく食べて、ドハンアフター見つがされてる。今、ウニが来て君は、ヒラメも、ボタンエビホッキホタテも食った。動き始めた水槽の中のアワビ指さして君は注文しようとしている。君の唇が大トロ炙りと動くことが怖くて下を向いてた。寿司を食わせりゃなんとかなると、この下心叶わぬままに、今海が来て君はネギトロを食った。2人前土産持って帰った。君が去ったカウンターに残り、紫に溶けたわさび見ていた。今、お愛想で僕はタイマイ。ごちそうさまと君は帰っていった。寿司おごり、財布身軽になった。まあ、そのは今夜はね、名残ですしね。寿司を待つ君の横で僕は値段を気にしてる。季節外れのブリが叱ってる。東京で食う寿司は銀座が最高ねと、刺身盛り食べて君がつぶやく。握り寿司をたらふく食べて、ドハンアフター見つがされてる。今、海が来て君は、ヒラメも食った。ボタンエビホッキホタテも食った。動き始めた水槽の中のアワビ指さして、君は注文しようとしている。君の唇が大トロ炙りと動くことが怖くて下を向いてた。寿司を食わせりゃなんとかなると、この下心叶わぬままに、今海が来て君はネギトロを食った。2人前土産持って帰った。君が去ったカウンターに残り、紫に溶けたわさび見ていた。今、お愛想で僕はタイマイ切った。ごちそうさまと君は帰っていった。寿司おごり財布身軽になった。はい、今日はね、名残でしたり、ね、今日もね、YouTube で生存確認したいと思いますね。今日はね、夜なんだっけ、8時ぐらい違ったんだよね。あったね、シーカーシーカーね、それでなんかね、随分乱れてた、ほんと。ね、大変がね、しょうがないね。そんなこと超遅くなっちゃってね、もうちょっとね、ダイヤが乱れてたけど、もうちょっと早かったと思うんだけどね、地震があったからさ、ちょっと遅くなっちゃったでしょ。でもなんとかね、まだ0時もあったから、来週も YouTube でライブ配信。でも明日は今週は土日休みだからさ、キャンプに行こうと思いますね。山へ行かな、今週は。ちょっと明日早く帰ってきたからさ。山行っちゃうと夜遅くなっちゃうからさ。明日、教会のお金払わなきゃいけないからさ。ね、6時ぐらいまで帰りたいんでね。今日も YouTube でライブ配信ね。思考の生存確認、楽しみな明日、久々の焚き火キャンプか。奥多摩が続いてたからさ、結構荷物になっちゃうね。
焚き火の営業って結構めんどくさいね。久々だからさ。今日仕事終わったからちょっともう準備したけどね。結構大変だ。でもしょうがない。やっぱ山だったら焚き火できねえからさ、その分持ってかないんだよ、当然ね。久々だからな。2023年。早いな、もう5月もね、こんな感じだ。26日か。5月の26日。金曜深夜。早いね。時間経つの早いよ、ほんと。あっという間だよな。愛の甘い名残にあなたはまどろむ天使のようなその微笑みに時は立ち止まる窓に朝の光が優しく揺れ動きあなたの髪をためらいがちに染めてゆく美しい人生よ限りない喜びよこの胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる。愛は風のささやき。あなたは目覚める。子供のような瞳を向けて指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが。はぎらうように揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけと、あなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる日が来ても、あなたは離れはしない。はい、こんばんは。今夜はね、愛のメモリーを歌いました。2023年5月の26日、金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつもの夜さりげなく、生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。ネットさんどうもね、ピンクさんどうも、市山さんこんばんはね、セミアルさんどうもね、お互いお疲れ様ね。今日はね、首都圏で地震があったみたいなね、7時ぐらい8時ね。それでね、ずいぶんね、乱れてた、ほんと、帰ってくるとき。そんなの、ちょっとそれで余計遅くなっちゃったじゃん。全然乱れてた。まんね、ほんと。すごい乱れてた。駅でずいぶん待った。しょうがない地震だったからね。点検してからだからな。夜だからね、夜の地震はね、どうしてもね、線路点検がさ、ね、暗いからね、時間かかるんだよな。線路が起きてないかさ、ね。元気してからだからさ。あ、でもよかった、帰ってくれてね。じゃあ、今週は土日休みなんでね、キャンプに行こうと思います。あ、こんばんは。あ、市山さんどうもね。今週はね、普通のね、滝沢園か学校橋あたりのキャンプ場に行こうと思ってます。山は行かない、今週はね。あれ、日曜日さ、あれ、教会のお金、あれ、取りに行くからさ、いなちゃん行きたいからさ、山行っちゃうと、そんな早く帰ってくれねえからね。今夜は愛のメモリー、ハマスも行こうか、愛のメモリーね。愛の甘い名残に、あなたはまどろむ。天使のような、その微笑みに、時は立ち止まる。窓に朝の光が、優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。
この世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる。愛は風のささやき、あなたは目覚める。子供のような瞳を向けて指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきを新たに。二人に死が訪れて、星になる死が来ても、あなたと離ればしない。いや、ヨハさん、こんばんは、どうもね。勉強してくださいって。どういう文章ってわかんないや。だって、大腸のお屋敷行くから、今日はね、パスタ入れようか、パスタ。最近出てくる、パスタね。パスタ。朝ね、前買っといたやつね、これスパゲッティ。このぐらい、残り半分ぐらいに、ついに。パスタ。あと一回、今日使えば2回分ぐらいかな。もう入れてきた、じゃパスタです。こんばんは、リュウさん、どうも。次これ行こうか、今度ね。今日パスタ茹でてる間、名残寿司か、行ってみようか。こんばんは。相対してないよね、ね。寿司を待つ君の横で僕は値段を気にしてる。季節外れのブリが叱ってる。東京で食う寿司は銀座が最高ねと。刺身盛り食べて君がつぶやく。握り寿司をたらふく食べて、ドハンアフター見つかされてる。今ウニが来て君はシラメも食った。ボタンエビホッキホタテも食った。動き始めた水槽の中のアワビ指さして、君は注文しようとしている。君の唇が大トロ炙りと動くことが怖くて下を向いてた。寿司を食わせりゃなんとかなると、この下心かなわぬままに。今ウニが来て君はネギトロを食った。2人前土産持って帰った。君が去ったカウンターに残り、紫に溶けたわさび見ていた。今おあいそで僕はタイ米切った。ごちそうさまと君は帰っていった。寿司おごり財布身軽になった。どうもね、アジオハだ、どうもね。相対はしないですよ。その嘘を書かないでくださいね。嘘です。名残寿司ね。相対してませんよ。嘘書かないでくださいね。
いけますね。じゃあ次これいこうか。パスタ見てこようか。今日見てくるね。今パス入れながらだからね。そう、変えたね。見てこよう。パスタね、今日はスパゲッティだ。だから、はい、なんかね、はい、バナナ食べたからね、どうもね、おじいさんどうもね、バスさんどうも、明日休みね、うん、明日土日に今週は休みなんでね、キャンプに行こうと思います。じゃあ次これ行こうか。ソルトさん、こんばんはね。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて、肩を抱いてほしいと。慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩むしはあの人を誘いたい。一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。嘘かないで、そんなこと。嘘ばっか、そんなね。うん。あ、じゃあ、もういいかな、ちょ、スパゲッティね。もういいかな。
ゆで上がりました。いいね。はい、じゃあパスタです。スパゲッティです。どうも。じゃあこれにね、パスタ、これ台湾マザーのこれをかけて、大正の台湾マザー様のもとこれかけておこうと。台湾マザー様パスタでね、マザーそば、台湾マザー様やろうと思います。ユーハさんどうもね。あ、うん、嘘でしょ。うん、飲むって嘘じゃん。会社なんか休んでませんよ。普通に仕事でしょ。うん、そんなわけないで買ったんだ自分でね。うん、台湾まぜそば、パスタで台湾まぜそば、うん、この台湾まぜそばのこの素はね、今日買ってきたね、パスタ前からあったやつ、あれ例のやつね。あれなんで麺は何でもいいって書いてあったから、今日はパスタで、パスタの麺からあった、うちにあったからさ、やってみた。うん、麺は何でもいいって書いてある。うん、で混ぜて。台湾まであんかけ風なんだね、これね。うん、片栗系のやつね。こんな感じでね。うん、いいね。スパゲッティ、台湾まぜそば。すいませんよ、あのばあさん。あ、うまそう。いいね、なんかぷくぷく。じゃあ、台湾まぜそばです。こんなチーズはないです。山盛りです。いいね、いいね。うまそう。今日は台湾まぜそばです。セミワさん、どうもね。こういう感じか。うん、こういう味なんだね。うん、うん、うん。じゃあ、うん、飲むの難しいか、これで。じゃあ、台湾まぜそばで一杯。うん。金柑？何、金柑そば。そばだ、なんかしない。嘘で、これ。うん、あってない。全部嘘じゃん、それ。ホフィンの吉野さんのお母さんと会ったことないし、普通に仕事。うん。ヘビさんどうもね。足ります、十分よ。うん。あきこいから、今日はこれ。パスタを茹でて、これかけて。じゃあ、飲み物持ってくんね。ピリ辛ですね。うん。ピリ辛。うん。うん、じゃあ、これ、飲み物持ってこうか、今日は。麦とホップだ。麦とホップで。生きるるか。これも生きるるなんだね、これね。これも変わんのかな、将来ね。生きるる。じゃあ乾杯。そう、いつも通りシェアして。うん。こんばんは、八瀬さん。でもね、今日はね、台湾まぜそば、まあ、いつもおなじみのさ、スパゲッティに。茹でて、スパゲッティの麺で、大正の台湾まぜそばの素をかけて。
台湾マヨネーズもこれは温めなくてかけるって使えるってことなんで簡単でいいなと思って。パスタソース大体温めるなんだよ、優先でね。だから、あれいいなと早く。台湾マヨネーズの場合の。で、発泡。変わんない、値上げすんだね、きっとね。これね、ジュールと発泡酒というブルーも一緒に、ね、値上げすんのね。で、ビールの方が下げるみたいね。何ヶ月かで。お腹、あれどうもね、そうか、僕お腹空いてるからさ、ヤカさんどうもね。今日はね、パスタでね、台湾までそば。1キロのもうさ、5回に分けてるから大体ね。200g だもんね。普通の2人前だよね。普通、パスタ 100g だもんね。僕、大体1キロ以上さ、5回に分けてるんで。だからボリュームあるよ。安いもんな、200円しないもんだよね。1キロね、大体パスタね。あと1回分あります、パスタ。台湾まずそば。まあ、そう、太麺だからいい、これね。もう太麺好きだからさ。太い方が食いたかっていいんだよな。YouTuber の人は、釣り系の人ね。函館に住んでる人で。そんなもん言わない、給料なんか。お金のこと言いませんよ。生活できるぐらいもらってるよ。いないんだよ、僕全然わかんない、最近見てないから。大野さんはさ、YouTube 専業になってからさ、動画がすごいいっぱいでついてくなくなっちゃった、あれ。前さ、本庄がある頃はさ、見れたんだけど、見れねえよ、ほんと。ねえ。以前はさ、本庄の仕事があって、ライターの仕事があってさ、それでやってる頃はさ、見れたけどさ、戦場になっちゃったから動画ボンボン上がるんだもん。もう、ついてみてない。ほとんど見てない、今。東京都、今いるのは千葉県だけど、住民票があるのは東京都よ。今いるのは千葉県。バッチは上がった今、千葉県にいる。でも、住民票番の東京都です。実家だから誰もいないから、帰れるときは帰ってね。まず住んでるのは向こうだから。まずくはないですよ。まずくはないだって。東京都もあるの、そうね、東京都もあったよね。住んでるのは東京、向こうや、町屋だよ。行ったり来たりしてます。定地も買ってさ、定地も買ってますんで。結構住んで、半年で、台風でちょっと半年にしようかなと思って。定期も買ってますよ、ちゃんと。きょうだい、明らかん。5万ちょっとか。こういう定期も買ってますね。
まあ、気が取りは気が大変です。今度買うときで半年で買おうかな。ね、今3ヶ月5万ちょっとなんだよね。まあ、職場は違う、実家は遠く。で、住んでません、自分で買ってんだよ。でかいよな、これな。あとまだ1ヶ月以上あるもんね、これね。今日で40キロほど、38キロぐらいか、だいたいね。5万5010円か。普通にちゃんと言うな、途中。ほとんど途中下車、途中下車もできるんだけど、ほとんど余裕ないけど、今、途中下車する余裕ない。今日はね、スパゲッティの麺で台湾まぜそばです。持ってませんよ、そんなの。あ、うまい。やっぱ太麺はうまいね、食い手があってね。今ありますよ、生活心なの。生活心ね、生活心。イタリアンじゃないね、アリアね。あれ、中華風なのか、台湾まずそばだからね。でもあのトップバリューのさ、一気でパッと買っとくといいな、あれね。あれ、ちょうど、5回分ぐらいちょうどいいもんで、僕、大食いだから。小食の人はたまたま多いけど、僕、大食いだからさ、5回分ぐらい、1回200ぐらい適当に手ばかりで測ってね、5回分取って、あとは1回分ある。ブルーキーでこんな入れないよ、もっと。醤油とか入れないもん、ブルーキーの。されない、僕。業務スーパーだからさ、業務スーパー閉まるの早いんだ、あそこ。9時なんだ、あれね。町田にもあるけど、あそこ。休みの日に買えない。9時でまず買えないな、あれな。土曜日で早い時とかは買えるけどな、あと休みの日ね。まあ、業務、だいたい9時から9時なんだ、あれで、ね。朝の9時から9時。普通のスーパー早いんだよね、あそこね。なかなか買えない、普段。明日、日曜日払うんでね。日曜日それ払う、来るんで、6時ぐらいまで帰ってきたからさ、今週は山は行かないわけ。普通にキャンプね。山行ったら遅くなっちゃうからさ。だから、今度の日曜日、7時ぐらい来ると思うんで。山だったらもう9時、10時になっちゃうからね。で、今週は山行かないわけね。普通に、河原系でキャンプ。日本人の女の子がいい、日本人の女の子。日本人の女の子がいい。シロサアリスちゃん、アリスちゃんとか、ああいう子がいいな。住んでないよ、幹部だからね、
まだあの量でもな。どうも。今日はね、台湾まぜそば。スパゲッティの麺で台湾まぜそばね。のびちゃん、偉いね、よしよし、偉い、我慢しないとダメよ。でもね、今週は土日休みなんでね、キャンプに行きたいと思います。多分学校橋に行こうと思います、今週、学校橋に行こうと思います。小食、僕、小食羨ましいよな、小食。ね、僕、サンゴとか平気で食っちゃうもんな。小食だと米なんかすごい使わないでしょ、僕。10キロ買ったら1ヶ月ぐらいなくなっちゃうもん。ペットいない、一人です、完全一人よ。ラーメンって盛岡の方でしょ、あれ。ね、日本でそうでしょ、あれね。台湾だから、その場所が違うんだって。そうだよね、ラーメンって。盛岡のやつでしょ、あれ。そうだね、ラーメンって盛岡ですね。こういうものはね、ブリとホップ、じゃあ2本目ももうないや。じゃあ2本目もとこう。ブリとホップ。2本目、今日も2本飲もう。リキュールね、リキュール。来るね。これも値上げすんだよね、あれもう少しでね。ビールとこういったリキュールの差がなくなるんですね。ビールの税制が少し低くなるんだ、あれね。はい、乾杯。サブウェイかないよ。バーガーじゃないよ。札幌へ。若い子も可愛いよね、中学生ぐらいね。そう、盛岡のほう。盛岡のジャージャー麺。朝の連続テレビ小説で、どんと晴れ出てるじゃん、どんと晴れね、あれ。あれ、盛岡の舞台で。出てきたよね、どんと晴れで。ね、ジャージャー麺ね。パスタの方がいいかもな、太麺でいいや、これな。
違うの、ジャジャーメン、違うの、ジャジャーメンって。僕も分かんなかった、ごめんなさい。これ十分じゃ、これ足りる、うん。大丈夫よ。お腹ペコボだもんな。汁食ってから食ってないもんな。うん。うん。パスタ美味しくいただいて、うまかった。ショービンってわかんない、ショービンって。そんなこと、ほんと、コメント嘘、ほんとのわけないよ。コメントは全部嘘だからな、誰がこうやって書いてたコメントはね。一日何食？どういうこと？一日何食した、食べいい、ね、一日は2食ぐらいか、3食か、そんなもんね。うん、昼休み休んでるよ。うん。そうなんだ。そうよ、学校場所。一日ね、200円。ある徒歩は200円ね。うん、休みもんだね、200円。いい感じってことでね。何秒でも遅いでしょ、50秒。こんなデブでも早くはないよね。でもすごいよね、でも本当、だから、本当、オリンピック選手はすごいよね。100メートルでもさ、速い人8秒とかだよね。僕には考えられないよね。そうだよね。いや、速い人ってそうでしょ。世界規模だね、オリンピック選手って100メートルで8秒台だもんね。相対してない、嘘書かないでよ。嘘書かないで、相対しませんよ。いるでしょ、8秒台だし、100メートル台だ。あれ、オリンピックのトップの人って。違ったっけ、勘違いだっけ、まあ、ね。キャンプよ、うん。夕飯そういうの書かないでね。うん。10秒で、大した10秒切るぐらいでしょ。そんな差がないじゃん。そんなもん、そんぐらいじゃん。うん。そうだよね、あれ。世界のさ、100メートルのトップクラスって10秒切るぐらいでしょ。うん、ね。トロムとか飲まない、あんまり。あれ、ウォッカ飲めない。あれ、トロム系ってウォッカが多いからさ。あんまウォッカって飲み慣れないから、あんま飲まない、ウォッカは。飲み慣れないんだ、僕ね。本当のわけないよ。うん。本当のわけないよ。ユーハさんとかユーハさん全部嘘だよ、これ書いてるの。全部嘘やんな。まあ、分かる人は分かるんで大丈夫よ。うん。そう思って、生活保護じゃないですよ。うん。50メートルですよね、こうやって。すごいな。ユーハさん、分かって大丈夫、ユーハさん。分かってから大丈夫だよ。うん。偽物だって分かってから大丈夫よ。わざわざ分かってますんで、ありがとうね、ユーハさん。
分かってるね、読んでますね。大丈夫よ。分かってるからね、大丈夫よ。安心してね、ニューハンさんね。あ、偽物だなと思って読んでも、見てるからな。大丈夫よ。安心してください。大丈夫だからね。分かってるからね、ありがとうね。今日はね、パスタの麺で、台湾まぜそばでした。ね、美味しくいただいた。パスタあと1回分あるね。結構ほんと食べられるよ、あれ。一気に買うとさ。5回に分けても1回 200g ぐらいだもんな。ああ、うまかった。パスタトップバリューのやつ、トップバリューの1キロ入りのやつ、乾麺のやつ、最近食ってたじゃん、スパゲッティ、あれのやつ、ずっと。今日よ、あと残り1回分あるね、大体。手ばかりで5等分にして。あと1回分ある。前ね、いいね、パスタソースなんか食べたよね、あれね。あのやつね。名古屋有名だよね、名古屋ね。台湾の系ね。女の子かわいいね。今日さ、あれ、電車がさ、あれ、乱れてたんだよね、ダイヤがさ。結構、女の子乗った電車の中で、ちょっとたまらなかったけど、帰りの電車の中で。若い子がいたよ、いつもいないけどな、この時間はな。今日で乱れてたら結構痛い女の若い子がさ。そうね、あれ、台湾から来た人が名古屋で居ついた人でしょ、一回やったでしょ、あれ。台湾から来た妹はね、そうでしょ、あれ。今日地震あったの、地震。首都圏は地震があってね。それダイヤが乱れてたの、ダイヤが。夜の7時か8時ぐらいかな。地震があったんだ、震度4か5が。それでね、ダイヤが乱れてたんだ。じゃあまた明日ね。おやすみなさい。またね、また、どうも遅くなりますおやすみなさい。今日はこの辺で終わるね。ありがとうね、おやすみなさい。もう遅いからね。おやすみなさい。今週はね、キャンプだから多分明日もできると思うんでね。山へ行かないからさ、今週はさ。ではまたね。また明日。じゃあ最後はこの歌で締めようか。若く明るい歌声に、雪崩は消える、花も咲く、青い山脈、雪割桜、空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ、古い浮気よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈、バラ色く燃え、憧れの旅の乙女に鳥もなく、雨に濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ、青い山脈、輝く峰の懐かしさ、見れば涙がまたにじむ。キキも夢見た、歯も見た、旅路の果てのその果ての、青い山脈、緑の谷へ、旅を行く若い我らに鐘が鳴る。ではまたね、おやすみなさいね。ありがとうございます。
じゃあ、ごめんなさい、また明日。